カップラーメン、ね、ケイケイちゃん、ニャンニャンちゃん、お昼ぶりだねって、そうだね、ひろゆきさん、よせさん、こんばんは、ありがとう、ファファちゃん、こんばんは、よせさん、ありがとう、いつもありがとう。今ね、半額買ってきたんよ。何コロッケ食べろん。ひろゆきさん、こちら。いいね。あ、母ちゃん、よせさん、こんばんは。あやらさん、こんばんは。ひろゆきさん、いいね、プレゼント。ありがとうございます。ありがとう、食わない。コロッケいらない。ありがとう。母ちゃん、KP ごっこ。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。ひろはにゃにゃちゃん食わない。うん。おじいがね、あれ食べて、あれ食べんだって。あれね、なんだっけ。コロッケ。うん。さつま揚げじゃね。あのね、甘いコロッケ。うん。美味しいんだよ。うん。あのね、さつまのようなコロッケ。甘みがある。うん。あれ半額で買ってきた。うん。ようこちゃん、親子だん。いいねって、あーさん。あー食わないって。あまさん、あー要支援で軽くなりましたね。そうですね。うん。支援になったのよ。そんな良くないんだけどさ。にゃんにゃんちゃん、たまちゃんかわいいって。そう。ご飯食べ行きた。うん。ブーさん、よしえさん。あーぽーん。イカルドさんの配信見てました。私も見てた。うん。ね。うん。親父さん、こちら。朝しそうです。解決策教えて。ね。ほら。うん。鶏ガラさん、よせさん、こんばんは。あまさん、自分、身体が回復してるんですね。要介護は。もっとひどいですよ。そうなん、うん、本当、うん、私もね、大事だけどね、うん、今日ね、これ半額で買ってきた、うん、なんだっけ、イカの唐揚げ、イカの唐揚げ、うん、これね138円、安いでしょ、うん、138円、うまいよ、これ噛んでると。うん、ああ、ひろゆきさん、あいはらさん、元気そうで、何よりです。どうですか、うん、ありがとう。これね、うん、スルメイカってある、うん、スルメイカの唐揚げ、ね、138円、ね、138円、ね、うん、半額だよ、半額。いいよね、うん、うまいよ、うん、これ食べて。うん、私も半額選ぶようにしてる。そうなん、ぷーちゃん。うん。あいまるちゃん、こんばんは。って。あ、ね。母ちゃん、よせさん。アイコン設定しないのって。うん、わかんない。うん。フラー先生、遅く始まったんですね。はい。今日はね、ちょっとゆっくりしてました、向こうで。うん。お昼ちょこっとやりました。うん。ゆうささん。バッターって、うん、バッター、うん、おくちゃん、よせさん、こんばんはって、ありがとう。こちら、KP さん、こう、ありがとう。ありがとうね。浜さん、養子縁、キープですって、うん、言われて、よう、介護に戻ろうとはってね、うん、どんどん、体、衰えますよって、そうなんだ。うん、ハッチーさん、いつもありがとう。こんばんは。今日はちょっと寒いねって。ね、うん。ハッチーさん、いつもありがとう。うん、ありがとう。うん、ああ、ゆうさん、ちょっと寒いよね。ゆうさん、夏に湧いたの、何、捉えてって。僕もなるべく半額を選びたいと、残念ながらそういきませんでしたって。そうだよね、その状況でね、うん、ベリサさん、冷たいイカの唐揚げ少しフライパンで温めると美味しいですよって、今日買ってきたばっかりよ、今、うん、
だからね、いっぱい買ってきた。うん、お刺身も半額。うん、アスカちゃん、ヨセイさん、こんばんは。いつもありがとう、アスカちゃん。うん、ありがとうね、うん。いつも応援してくれてるもんね、アスカちゃん。ありがとう。ベリサちゃんもありがとう。うん、プーさん、私の祖母、脳梗塞で倒れ、介護後になった。そうなん。あら、おばあちゃんが、うん、やだ、お大事にね。要介護5っていうのはね、数字が多いほどあれだよね。そうなん。私、要介護 3だったんだよ今ね。今度はね、支援だったんだってね。ひろゆきさん、おそらく増税の影響ですね。そうかもね。ね、亡くなってしまった。あ、そうなん、治療もって。そうなん、プーさん、ミーさん、ヨセさん、こんばんは。いつもありがとう。先ほどもありがとうね。寒いね、ちょっとね、ゆっくりしちゃった。プーさん、もう亡くなってしまったけど、治療費などで、家一軒分のお金がかかったよ。そりゃそうだよね。大変だね。ほんとね、大変だね。たまどうする？抱っこして寝ちゃうか。あ、寝てもらっていいよ。あ、うん、たまで抱いてけば、寒いから。介護後だと全介護ですね。そうだろうね、一番ね。そうだね、ひろゆきさんね。ひろゆきさん、相原さん、お元気ですか。浦先生、たまちゃんってね。そうです、たまちゃん首輪してるんですよ、今度。あ、連れてってよ、たまを。たまちゃんと寝るってね。ご飯今くれた。そう、首輪みたいってね。そう、たまちゃん寝るってよ。はい、寝ようね。たまちゃん寝ようね。はい、寝ようね。たまちゃん見たいって。うん？たまちゃん。首輪が見たい。たまちゃん。首輪見えます？たまちゃんの首輪。ね。はい、終わり。あ、終わり。ありがとう。首輪みたい。今ね、ひろゆきさん、たまちゃんかわいいって、にゃんにゃんちゃんかわいすぎる、浦先生ありがとうございますってね。ビリサさん、ヨシエさん、こんばんは。アイワちゃん、ヨシエさん、こんばんは。アイハラ、はい、どうも。たま持って帰りますねってね。プーさん、脳梗塞になってすぐ1ヶ月150万の病室でって。そうなん、サデちゃん、相原さんから夜のお誘いですか。たまちゃん、たまちゃんがね、私はお誘いないですよ、そんな元気ないですから。浦先生、首は可愛かったですって。ありがとう、ありがとうございます。こちらアイテム、ありがとうございます。ありがとう、浦先生、ありがとう。なんかね、信号買ってきたね、蝶ネクタイのがね、なくなったんでね、あのおじいが買ってきたやつ取っといたのよ。そう、鈴がついててね、ハートのあのピンクので。ベリサさん、相原さん、生まれ変わったですね。本当？プーさん、ヨシエさん、健康第一だね。本当だね。プーさん、相原さん、夜のお誘いあるの。あるわけないじゃない。たまちゃんを誘ってきたんだよ。たまちゃんが寝ようって。私そんな元気ねえよ。もうやっと生きてるんだよ。ひろゆきさん、退院後は
専門施設への入所が必要な可能性がありますって。そうなんだ今日食べ過ぎたね。なんかなんだっけ、カップラーメンの何を食ったっけ、ね、ネギ味噌ラーメン、ネギ味噌ラーメン。俺とさ今日いろいろ買ってきたんだよね、半額をね。半額デーだからさ、すごいよ。ありがとう、フラー先生、相原さん、タマちゃん見せてくれて嬉しいですねって。ありがとう、フラー先生、 KP ありがとう、ワインで KP ありがとうございます。ありがとう、アリスさん、ヨシエさん、こんばんは。アイワちゃん、食欲あるの良いことですってね。そうだね、おじいさん疲れて寝たんじゃないね、疲れたんだと思うよ。半額買い行ってきた、このイカ見てよね、安いでしょ、自分家であげれば跳ねるしさ。これがね138円、138円ね、安いよね、138円、半額いいよねって。本当だね、まだいっぱいあるよ、いろんなもん買ってきた、フラー先生、安いですね。そう、半額デーです。はい、ひろゆきさん、お酒さえ飲まなければ頼れる男性ですよ。そうですかね、こんなこともねと思うけどね、ベリサちゃん、いればでもイカ食べられますか。食べられますよ、私、ね、美味しいね、イカはね、私ね、生寿司買おうと思ったらないって、半額ね、生寿司がね、あればいいかなと思ったけど半額ないって言ってたね、ひろゆきさん、飲みすぎるとよくないですね。本当ですね、よくない、体のためにもね、プーさん、飲まなかったんだって飲んだよ、缶チューハイ、1本か2本飲んだんじゃない、ね、そのぐらいじゃ大丈夫、ねえねえちゃん、いつも半額いいねって。そう、おじいがね、ちょうどね、6時半まで仕事で、ね、7時半8時ごろ帰ってくるから、そういう時は半額買えるのよ、そうね、クリマンジュさん、ごめんね、滑っちゃった、ひろゆきさん、ベニマルスーパーマルケット250円ぐらいかな、それぐらいですね。そうなん、デイさん、これからヨシエさんは要介護2ですかって。違うんだよ、デイさん支援になったんだって、前と同じだって、一番初め、ね、要支援だって、介護じゃないってね、にょちゃん26日くらいいるよって。そうなん、26日っつうと、ゆっくりできるね、今日は行くんちだよ、日にち忘れちゃうよ、ね、そうなん、ゆっくりできていいね、ね、グリマンジュさん、私は子供を産んでるから口角いる、アレルギーなくって。そうなん、ねねちゃん、支援下がったのって。そう、あのね、介護じゃなくね、養子縁だった、良くなっちゃった、私はね、いいとは思わないけど、どういうんだろうね。ヤチブさん、メリーゴーランドプレゼントしましたって、ありがとう、ヤチブさんはありがとうございます、ありがとうね、ありがとう。ほなみちゃん、よせいさん、こんばんは。
ありがとうね、うん、風船ありがとう、ありがとうね。でさ、養子縁なんですか。そんなによく良子さんの体を改善された。改善されてねえよ、良子さん本人は、うん、だからさね、うん、だって介護さ2から、うん、じゃね3から 2ぐらいになるって言ってた最初ね、うん、介護さんから2ぐらいちょっと良くなるって言って、今日ね、ケアマネージャーさん来たらその前のだってね、だから、うん、ね、うん、養子縁だよね、養子縁2だよ、最初と同じ。私そんなに良くなったとは思えないよ。頭がふわーんとする時あるしね、うん、介護保険も厳しいですからね、ほんとね、うん、ねねちゃん歩く感じは変わらないように見えるけど、そうでしょ、変わらないよね、歩くのね、うん、杖がなくちゃ歩けないもんね。あゆわちゃんふわっちで安心して良くなったんじゃないですか、うん、そうだろうね、うん、なんかさ配信やってると元気になったって見るのかな、やっぱり座ってる時と立った時は違うよね、うん、座ってるとね、うん、でも頭がねいつもと違うよ。あのねピーって良くなる時ある。足と腰がねブエーって良くなると目もパーって見えるよね。おかしいね、神経だよねこれね、うん、僕のって父親の実家のおじいちゃんはヨタヨタで、うん、転倒事故になるかわりかりません。この前は足の爪を自分で切って流し流血させたらしいです。あと手当たりに行きました。そうなんだ、うん、そうだね、うん、年取ると大変よね、何でもね、うん、そこまで回復したようには思えないねって。そうでしょ、栗まんじゅうさん、私もそうだもん、自分でそう思うよ、うん、ね、ねねちゃん養子縁だとサービスも変わるかなって。変わるんだよね、うん、そう最初のね、うん、養子縁だとね、うん、例えばデイをね1ヶ月、うん、なんか休んでも1ヶ月分の払うんだって、うん、それでね介護にだとね、うん、行った日だけ払えばいいんだって。1ヶ月1回行けば1回払えばいい。そういうのが違ってくる。最初はね例えば1ヶ月ね、うん、あれだよね、うん、寒い時なんか私休む時あるから雨降ったりするとね、でもね休んでもね1ヶ月分のあれは払うんだよ、養子縁は、うん、そこの違いもある、うん、ね、うん、ジェイさん養子縁には納得がいかないですか。そうだね、まだそこまで回復してないけどね、うん、自分でわかるかね、自分の体ね、うん、今日はいくらかいいなとかね、うん、朝起きて思うことあるよ、うん、ね、リスナーさん、ヨシエさん、こんばんはって、こんばん、先ほどはありがとうございました。ありがとう、こんばんはって、ひろゆきさん、ヨシエさんが倒れたとき、どこかの医療機関に行きましたかって、はい、行きました。うん、救急車でね、救急車で行きましたね、はい。頭がね、不安ってなる時ある、うん、ね、本当だよ、ね、ねねちゃん、せめて要介護2か1だと思った。そうでしょ、ね、うん、私もそう思った、うん、おさ支援だってそんな良くなったんかね、うん、ジェイさん、皆の病院でしたっけ。そうです、はい、
ひろゆきさん、どこの病院？皆の病院です。はい。でか。で、行かなくてもお金取られるようになったのね。そう。休んでもね、1ヶ月分は取る。例えばさ、4回行くとこ、2回しか行かなくても1ヶ月分は取られるって。ケアマネージャーさんそうに言ってた。ほいでさ、それがほら、介護になったでしょ。そしたらケアマネージャーさん教えてくれた。介護の場合はね、行った日だけお金払えばいいんだよって。そういうあれが違ってくるって前教えてくれた。うん、ケアマネージャーさん。そう、そこが違うよね。支援になってもケアマネージャーさん変わらないですか。あ、そうだね、同じ人だよ。今度は来るんだって。4人来るって。4月30日か、来るんだって、ねねちゃん、たまちゃんが使ってる介護用品はどうなるのね、たまちゃんが使ってるね、1ヶ月くらいなの。そう、何、ちくわちゃん1ヶ月、なんかね、1ヶ月さ、例えばさ、1ヶ月なんていうの、寒くて休むじゃない。1回、2日行ってさ、5回行くとこ3回行かない。それでもね、要支援は1ヶ月分払う。ほんで介護になると行った日だけでいいんだって払うの。そこがちょっと違ってくるね。またそのうち見直しがあるかと、変わるかも。そうだね、1年ごとに変わるんだよね。そう、1年ごとに、浦和先生4人も来るんですね。そうです、デイサービスの人とケアマネージャーさんと、あとはね、役場の人と、あとはね、介護用品を貸してくれる人、貸してくれる人、あの手すりか借りてるんですよ。あの捕まってね、捕まないとグラグラしてね、洗濯物とかさ、できない、立ってられない。ちたまちゃん、よっちゃん、不安定確認、安否確認に来ましたってね。クルマンジュさん、一気に4人、よせさん神経使って疲れちゃうねって。そうだね、私ピンポンになると怖い方だからね。でさ、よせさん長生きしてほしいって、ありがとう、風船ありがとうね、ありがとう。あのね、逆流もするの。食べてるとね、うえってなる、ね、逆流っていうの、腰が曲がってるんだよね、まっすぐじゃないから、よっちゃん、いかさん、こんばんはって、こんばんは、いつもありがとう。ひろゆきさん、各スタッフさんに感謝ですねって。そうですね、フラー先生そうなんですねって。そう、ねえ、ねねちゃん、でも要介護になって欲しくない気持ちもあるわって。ね、そうだね、介護じゃなく支援の方がいいからね、ほんとね、悪くなると介護になるからね。リスナーさん、書類いたりするから時間かかります。そうなんだね、いろいろ書くんだよね。そう、ジェイさん、信号来客に立ち会ってくれないの、無理だよ、ちょうどね、おじいが休みだって、4月30日ちょうどよかったよ、ね、あれ何時だったっけな、2時ってあったな、14時に来るって書いてあった、書いた紙置いてった、
めめちゃん、アイガルさんいてくれればいいねって。そうだね、うん、ゴールデンキャディラックさん、 KP ありがとう、ありがとうございます。ちくわちゃん、息子何もしないね。そう、何にもできない。うん、リスナーさん、相原さんがサインって。うん、それは私が書く、いつも、うん、触れながら書く。うん、うん、私がね、いつもね、書類は書く。うん、下手だけどね、手が震えるから。うん、箸で食べるも食べられないよ、スプーンかフォーク。うん、あのほら、ね、寝てさ、起きるとき手使うじゃん、ぐーって手で起きる。だから腕が痛い、腕痛い、うん、足に力がないからさ、腕が痛いのよね、こうに立つからね。でさ、こういう時に慎吾は役に立ってくれれば、相原置かなくていいのにねって。そうなんだ、ダメなんだよね、あの子何もできない。ほなみちゃん、キーパーソンは慎吾さんじゃなくておじいだって。そうなん、え、普通は慎吾さんがいるもんだけどねって。本当だね、家族が立ち会いなのにって。そうだよね、うん、本当、うん、ね。でも出行ってきてね、行ってきましたっつっても誰も出てきてくれないよ、うん、いかに私が噛まれないって感じだね。イカ食べます。うん、イカはさ、噛んでるからね。あの、あれ、コロッケもね、すごいうまい。甘いのよ。甘みがある。ね。なんて言うんだろう。あれ、じゃがいもなのかな？北海道のじゃがいも？なんか甘みがあってね。あの、さつまいものコロッケみたいな感じ。ね。安いよ。ね。あいわちゃん、一日できること話すのに脳に良いと言われてます。そうなんだ。あ、栗まんじゅうさん、木盛りって。そうかも。うん。北海道のって言ってた。うん。甘くてね、すごいね、美味しいコロッケ。うん。今、おじいがさっきコロッケ一つ食べたよ。ここへ来て。うん。ねねちゃん、どうせ食べるなら。美味しいものがいいね。そうだね。うん、今日ね、生寿司買おうと思ったら売ってなかったんだって。うん、今日はおかずばっかり買ってきたよって言ってた。ね、うん。ちょうど帰りがね、8時近いから半額になるよね。うん、朝か 10時半に行くときは半額じゃないよ。ね、うん。あんまり行かないけどね。うん、だから遅い帰りの時でも疲れてると行かないね。うん、うん、だから食べるもんがないと、じゃあ行ってくるって言ってくれる。そうね、どうせひろゆきさん生寿司大人気ですから。そうだね、うん、売れちゃったみたいよね、うん、いろんなおかず買ってきたよ、すごいよ。うん、明日はまた食べられるね。慎吾はね、食べないから、いつも車に乗って食べ行くから、今日もどっかで食べてきたんだと思う、うん、ね。いつも外食してるよ。うちのもんは一切食わないね、うん、ね。イカって、うん、ほんとイカって美味しいね。生寿司にしても美味しいし、ね。ただ油で揚げてあるからね、あんまり食べるとね、胸焼けるね。ほらね、もうこんなもんにしとくかね。ね、ほんと安いね。100いくらだね。自分で揚げれば大変だよね、これ。277円だよ、本当の値段。138円。ね。慎吾さん、きっと。え、ちくわちゃん、
何十万の支払いどうしてるの、うん、なんかやってるんじゃない、なんかね、どこ見がないで部屋にいる時あるよ。革社かなんかやってねえかさ、なんかわかんないけど、革社でも儲ければ。でも怖いよね、革社はね、うん、すごいね、うん、ひろゆきちゃんこんばんはって、油のものだから食べ過ぎないでって、本当だよね、リスナーさん、自分で揚げ物すると暑いよって、本当だね。ちくわちゃん、ゆせいさんに頼ってないんだ今はね、頼ってねえよ、うん、頼ってねえ、うん、だから薄着なんだよね。ほいでね、腰張ってって言うんだよ。おうと、なかなか来ねえよ、しんご腰張ってよって言うと、ちょっと待ってって言うんだよね、うん、だから何かやってるよね多分、部屋で、うん、パチンコ行かないこともあるから、うん、何やってるかな、カワセじゃねえだろうな、カワセ怖いからね。あの子ね、カワセやって1000万つったでしょ、その後ね、20万を持ってでに、うん、1年で1000万にしたことがある、うん、な、20万を持ってでに1年で1000万、でもそれも全部カッパーにしちゃったね、うん、何やってるんかわかんねえ、うん、栗まんじゅうさ、イカは爆発する、そう、あげたくない、笑う、本当だよね、ねねちゃんなどだってね、そう、ぷーさんおことだってね、うん、あれだよね、イカはチンする、チンしても跳ねるよね、うん、爆発してさ、顔にパーッとね、油飛ぶよね、うん、ね、うん、だからね、不思議なんだよ、あんまり出かけないこともあるわ。で、一日ね、うちにいて夕方行くんだよね、ほんでご飯食べて、今日もすぐ帰ってきたよ、ご飯食って、うん、パチンコじゃないね、うん、ご飯食って帰ってきた、うん、何やってんかね、うん、あ、いろんなことやるからね、ボートもやったことあるしね、お馬さんはどうかな、株かなってね、株もね、今いいからね、うん、ね。